はい、えー、ということで、えー、このチャンネルでは、ね、一つ一つ構成をなんか紹介させていただくものがあるんですけど、えーまあ、基本的にこの構成のものなんですけども、まああのーまあ、分け方というか、まあ、そういうのがちょっとありまして、えーまあ、現在私の方では、ねえー、太陽から一番近いところにある構成あとは太陽の、まあ、必要的に見ても、まあ、小さい構成なんかをご紹介させていただいております。 でここで拾うのはあの質量が小さいとか、まあ、大きいとか、まあ、一体それは一体どういうことなのかということなんですよ。でこの質量の大きさっていうのは、えー、こうなんでしょうかねこう構成をこう見てた時にあの見た目ももうはっきり違うというのが特徴的でして、えー、まず色が違うんですよ、えー。質量が大きい構成ですとまあ、通常 太陽とか見るとまあ、赤とかですねオレンジとかっていうイメージを、えー、持たれる方っていうのはいるかもしれませんけども、えー、その構成の質量によって、えー、まあ高度といいますでしょうかね、えー、こう温度ですね、えー、これが違うので、えー、質量が大きくなればなるほどそれがまあ高密度ということにまあ一応なりまして、まあ、温度がおのずと高くなるっていうのが特徴的なんですよ。えーまあ シリウスなんかはね、まさにそうかなと思うんですけども、まあ、これは生殖巨星とかっていうね、えーまあ、カテゴリーに一応入るんですけども、えー、ミスの方が非常にこう高く、まあ、非常に、えー、巨体であるというのがまあシリウスなんですけどね。まあ、ちなみにシリウス B っていう、えーこのまあ、かつて、えーまあ、構成だったものと連戦、まあ、を成しているわけではございますけどもね。 まあその話を置いておきまして、まあ、このシリウスとかっていうのは混成の中では非常に質量が大きい分類に入ります。で見る限り見た目とかっていうのも青い白くこう輝いているのが特徴的です。で あの質量とかっていうところで見ていくとこの質量というのは、えー、太陽を基準にすることがまあ比較的多いです物、えー、によっては質量があまりにも小さすぎると木星質量で表すこともあるんですけどもただあの比較的、えー、その太陽とかで大きさを比べるということになりますねでその太陽質量ということなんですけども えー、あの生殖虚星とかってう青色のこう輝く構成というのは太陽、えー、質量のこう8倍以上ということに一応なっていまして太陽、まあ、質量とほぼ同じ程度というのは0.08から、えー、8倍くらいまでと言われているんですよそれより小さいのは生殖矮星という,こう付け方がされておりまして赤くもう真っ赤に輝いている惑星,あの惑星というか構成がなるわけなんですね。 であのー、一応、太陽というのは大食と言われておりまして、オレンジ色なんですよね。えー、大食主系列星というな、えー、カテゴリーに今ちょっと入ってますね。で生殖主系列星ということで見ていくと、隣のプロキシマケンタウリこれが属しますね、えー。プロキシマケンタウリは、まあ太,陽がまあ、最も太陽から最も近い、まあ、構成になるわけなんですけども、その質量は。 比較的かなり小さくて、えー、太陽よりもはるかに小さい質量を持っております。で、えー、この質量によって星の印象というのを大きく様変わりしていきます。えー、太陽と同じ程度なのであれば、まあ、最終的には惑星の赤色巨星として、まあ、少し巨大化はするんですけども、えー、後に、えー、惑星上星雲という形になりまして、 えー、ここから白色矮星になるわけですね。ただ、あのー、惑星女性になるというところで見ていくと、これは太陽、えー、質量ということで見ていくと、えー、同じ程度、えー、または、えー、それよりも少し大きめ6倍程度になりますと、 えー、惑星上線運ということになりまして、まあ、最終的にはまあ白色矮星また成果物質の残ったりということになるわけですねで太陽質量よりも小さいというところになりますとそのまま白色矮星になりますで えー、その白色矮星をたどる以前に褐色矮星というですね恒星、えーえー、のところから1つくくり外れたところになるんですよ。でこの褐色矮星というのは別名ホットジュピターなんていう言い方がされておりまして、えー、わずかに恒星になりきれなかった星のことを言うそうですね。で太陽よりも大きければ当然、超新星爆発や中性自然になるということなんですよね。